バーバレラは1962年にジャンクロード・フォレによって作られたフランスの SF コミック及び主人公の女性キャラクターの名前。このコーデは映画化作品、ミュージカル作品についても扱う。雑誌 V マガジンに連載された。大人向けバンドデシネのエポックメーカーとして漫画史において重要な作品でもある。1964年に 主に美術書を専門に出していたエリック・ロスフェルド。社によってに色づりの豪華本として出版されたが、裸の絵があるとして、検閲に引っかかり宣伝禁止処分となった。1968年に映画化された。映画化に合わせ、前述の版に修正を加えて再出版され、人気を博す。この漫画界の主人公であるバーバレラは、銀河系を巡りながら、 性的なものを含む多くのアドベンチャーを行った。原作譲りのエロティックな描写が特徴であり、オープニングの無重力状態でのストリップティーズや、オルガスマトロンと名付けられた、性的拷問装置のシーンは、特筆に値する。主人公、バーバリラは、セクシーな衣装を変えながら、幼児たちに捕らえられて人形に体をかじられたり、小鳥の群れに襲撃されたりするなど、 様々に飛躍的な目に遭う。前編を通じて、わざとらしいおふざけの雰囲気が演出されており、特殊効果や美術は非常にキッチュなものである。すべての兵器が廃止された遠い未来、主人公、バーバレラは、要電子光線発生装置を発明したクジラ座体制の科学者、デュラン・デュラン博士を探せ、という密命を地球大統領から受ける。装置が、破壊兵器に転用されれば、 武装のない地球は簡単に征服されてしまう。バーバレラはタウボシに向かい、セックスに満ちた冒険を繰り広げ、タウ星を回る惑星の地下に広がる都市を支配する女王や悪党デュラン・デュランと対決する。映画に基づいてデイブ・スチュワートが書き下ろしたミュージカルバージョンが2004年3月11日にオーストリアのウィーンで初演された。主演はニナ・プロール。 このミュージカルは2005年の1月1日まで続演された。出演者による録音が行われ、100枚の CD が生産された。これはウィーン・ミュージカルクラブのメンバー内で抽選によって配布された。ありがとうございます。